領域に入れた瞬間消し炭になるわ。せいろまくんさい。ウェルマくん。ウェルマくん消し炭になっちゃった。どうもマイクラさんです。いや、綺麗な乙骨ゆうたです。それじゃあ今回もファンバレやっていくんだけど、その前にお知らせと、お知らせ終わったらコメント返信やっていきます。本日12月25日。この動画はね、多分19時ぐらいに動画がアップされてると思うんだけど、2時間後の21時から、マイクラさん、受肉します。21時からね、マイクラさん、VTuber の受肉配信するのでね、受肉お披露目配信。よかったら、見に来てください。いっぱいコメントしてくれると、嬉しいなーなんて。それじゃあ、コメント返信、やっていきまーす。編集お疲れ様です。つくもさんがガチャに出たら、引きますか？つくもさんとあれだよね。どんな女がタイプかな？つくもゆきのやつだよね。実況者たるもの。つくもさんだけじゃなく、どれだけしょうもないキャラが出ても、ガチャは引く予定だよ。順平でさえ引いたんだから。マイクラさんの動画のサムネイル、乙骨も同じ芯だらけで笑った。これね、使い勝手良くて、ブチ切れてるって伝わりやすいからさ、使い回ししてるんだよね。このユータの画像、サムネイルに使ってんの、ファンパレで8本あるからさ、インパクトあって使いやすくていいなと思って使ってます。8分ギリギリの動画はエンディング長めだろうなと思いながら見てる。この動画についたコメントなんだけどさ、エンディング、30秒。セーフ？セーフかな？セーフだよね。マイクラさんの声好きだわ、マジ。照れる。マイクラさんの絶叫好き。マイクラさんの絶叫が好きだって？なら、今年の年末年始の、どこかわかんないけど、マイクラさんの2023年に配信したホラーゲームの絶叫シーンまとめ動画みたいな、よくわかんない動画を作ろうと思ってるから。需要あるかわかんないけど、2023年最後の絶叫としてね、動画を作る予定なので、2023年絶叫シーンハイライト、よかったら見てください。あ、新宿イベント、動画にできてますように。これさ、昨日の動画で、この撮影終わったら今からリカちゃんの完全権限イベント新宿に行ってきますみたいなこと言ったんよ。言ったの、そう。結論から言うと、行けなかったの。っていうのがさ、動画撮影終わって、バーって編集して、編集が完了してから向かったんだけど、新宿に。意気揚々と会場近くまで行ってさ、ウェーイ、もうちょっとでリカちゃん完全権限のイベントを撮れるみたいな、動画撮れると思って行ってさ、調べながら行ってたんだけど、会場の手前あたりでさ、このイベントは抽選で当選した人しか入れませんみたいな、書いててさ、それ知らなくて。もしかして、もしかして、そうだと思いながら、サイト見たら、抽選は終了いたしましたって書いててさ、うわーってなった、本当に。泣きながら帰りました。取れてないです。そう、そのね、リカちゃん完全権限イベントに行けなかった悲しみと憎しみを背負って今日も、ジョーゴをボコボコにしていきます。何かあるたびにジョーゴか、東堂君がね、ボコボコにされる世界線だから、ここ。でさ、ここさ、これ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 、マキさんとノバラちゃんか。なるほどね。マキさんとノバラちゃんを連れてね、やるっていうのをやってなかったから、じゃあマキちゃんとノバラちゃんをね、連れてやっていきたいと思います。これでいいのかな？ちょっとね、ノバラちゃんがね、生きるかわかんないんだよね。これ大丈夫かな？ノバラちゃん死ぬかもしんない。こんな感じでいっか。多分いけると思うから、とりあえずこれでやっていきまーす。尺足りるかな？これ大丈夫かな？それでは、イベントに行けなかった悲しみと憎しみを背負って、ジョゴをぶっ殺してやれ！いっけー。これ、セリフあんのかな？セリフあるんじゃない？これはまあ、いつものやつだね。これいつものかね？これセリフある？後ろ。ある！ノバラ、消し炭になりたくなかったら気合い入れてけ。当然、合わせますよ。マキさん。領域に入れた瞬間、消し炭になるわ。本当に。じゃあ、とりあえず。こうだね、動くな押してもらって、うんー、ノバラちゃんはとりあえず普通に攻撃、てかしばらく普通に攻撃か。もうスタンが決まらなかったら負けます。
多分五条先生の必殺だけじゃやりきれないはず。とりあえずやっちゃっていいの？何ターンぐらい動く直したらいいんだったっけ。これで用意していかな。そろそろか、そろそろこうして動くな。こうあれ、これ一旦遅い、野原一旦遅いかもしれない。いけるかな、いける、教育の、あれこれいけるかわかんない、大丈夫かな。これで用意していかな。遊びはしまいだ。シャケ相手してやる。あ、いけないか。授業を始めよう。動くな。でもそもそもスタンがね、入らなかったらやり直しになっちゃうんだよね。最後の締めだ。あ、いける、いけるか。相手して。それじゃ。いけた、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 いけた。では、足りた、足りた。あ、あ、やばい。スタン効いてない。スタン効いてないね。うわあ。うわあ。パーン。セイルマックスファイ。セイルマックス。ウェルマン君消し添いになっちゃった。まあいっか、大丈夫でしょ。ね、しやがって。これなんか下がる？何もない。ちょっとマキさん使ったことないんだよね。ごめんね、マキさん。準備万端。こっからよ。これ必殺こと、まあこれ打っといて、それじゃこれでまあさすがに勝てるんじゃないかな多分。かあでも防御力上がったりするかな、わかんないや。いけ、友なり回復。あ、全然感動しちゃった。あ、これいけるか、多分いける、これは多分いけると思う。いけー、うーん、相変わらず。いける、あ、いけた、いけた、これはいったね。はいはい、どう、うーん、パーン。まあ、最強だからやっぱ五条先生ずるいわ。オッケーオッケーオッケー、クリアできたね、よかったよかった。はい、悲しみと憎しみを吸って五条をぶっ飛ばしてやりましたいや、これでね、強敵開口がもうこれどうせ多分クリアできるんだけど、ここだけになったんだよね。これもうこれクリアしてるけど、クリアはしてるけど、このこれをねやってないみたいな、できてないみたいなだけだから、まあまあどっかのタイミングでまた、まあ、やっていこうかなって感じかな。うん、それじゃあ今回はこれで終わりにするので、今後もファンパレ動画だったりファンパレじゃない動画もアップしていく予定なので、他の動画も見ていってください。それじゃあねー、またねー、バイバーイ。